ですか。私は今仙台市太白区長町1丁目にある、アートインクルージョンのプロジェクトスペース AI ギャラリーに来ています。そしてお相手はこの方、上善寺ジャーナル編集長の鈴木太さんです。いやーどうもお疲れ様です。お疲れ様です。毎回私も思うんですけど、全くなんか問題感で、なんか全然なんか呼びてないような感じで毎回来てんのかなっていう感じで、今日も来たんですけど、いやーとうとうね、鈴木さんもこのアートインクルージョンに徐々に使い始めて、9月10日11日にはこのスペースでディープなトークショーがありますね。まあ使い始めたっていうか使ってもいないですけどね。あくまでだからなんか自分の場合は使わないというか、使うというよりはやっぱりちょっと違う見方目線でやはりいる方がはるかにいいのかなという感じがします。だからこの間の長町のアートインクルージョンの催し物があったんですが、仮設住宅なので、私やっぱりちょっと会話の輪にも入れなかったし、なんかすごく浮いてるなっていうふうにちょっと自分でも感じてたんですが、ただその一方でその脇き上げにやってる中にその出てこない人たちの、つまり見えない視線と、それからなんか見えない心がちょっと私にちょっと少しリンクしてきたなって感じがしまして、正直言ってすごくなんか重苦しい空気を私はちょっと感じてきたんですけども、まあもともとそのおそらく多分アートインクルージョンの村上さんもそうですし、門脇さんもそうですけど、私とかなりちょっと考え方が違う部分があるので、そういう部分に関しては別にこれは仕方ないんじゃないかなって感じもしますし、私自身もアートに関してっていうのはとりあえずその知識とか、それからイベントに参加することによって、こういうもんだなっていうのはあるとは思うんですけども、取り立てて自分からどうかっていうのはちょっと多分本もないと思います。おそらく自分ができるのは、9月の10日11日やる、お下場の話だとか、それからメディアテックでやってる、あとはここでもやってますディベートとか、あとは実際自分で物を書いたりとかですから、本来多分正直言うと私今こうやって喋ってる自分っていうのは多分本当の自分じゃない部分もあるなって感じてます。っていうのはもともと私無口な人間で、かなり物静かな人間だったんですよ。だからそれがこういうなんていうかホームレスに一回落ちまして、で優勝を始めてからもうやっぱり無口で男は黙ってなんとかっていうんじゃやっぱり商売にならないなって思ったんで、適当に営業トークをちょっと磨いた結果がこうなってたんですけど、ですからなんていうか今の自分とは正直言うとなんかまだよくわからないなっていうちょっと感じがしまして、じゃあその鈴木さんのお話のポイント2点あったと思うんですが、1点目、アートインクルージョンとその中と外というようなですね、ものを感じると、それに関しては、確かに実は、私アートインクルージョン、昨年から参加してて、村上さんとも仲良くやってて、見えてる人間から言うとですね、ディープに参加してる人っていうのは、ほぼいないですね。バリアフリーなアートプロジェクトという、コンセプトから始まっていて、実態はどうなんだってこともありますけど、こうしようああしようっていうのとは別に実態としてある意味バリアフリーにはなってるんですよ。どういうことかっていうと、そのいわゆる町内会活動とか町づくり活動のようにコアなこう熱い人がいて、その団体を取り巻くと外部の人がいるっていうよりは、本当に全員がですね、そういうふうにピンで立ってて、で何かやるときだけ集まるようなそういう団体ではあるんですね。なんかちょっとフラットっていうか、
さん自身はこう、いや僕は自分の企画をやるときだけやってくるんだっていう思いでいると思うんですけど、実はそれ他のメンバーもそうなんですね。この間の、まあ、中町の仮設住宅で、おとといですかね、行われた、実はあれもアートインクルージョンの事業というよりは村上さん個人が知り合いの開発よしあきさんアーティストが全国をちょっと回ってると、どっか場所が欲しいということで村上さんに連絡が来たんですね。村上さんの方からこの、まあ、アートインクルージョンの中心人物で白木さんの方に仮設でできないかっていう話が来て、なんかうやうやとああなったっていうことで、きっとですね、なんかこう誰かが熱心にやってるというよりは誰かが提案すると、ほんじゃいいんじゃないのっていう話だと思う。本当にその9月10日11日の話も、鈴木さんから提案があって、メールでスッと流したら、それは面白いと。ノーレコードで行きましょうとか、酒持ってオールナイトでやってたら行きますよとか、まあ、そういうノリなんですね。だからこの、ね、昨年10月ぐらいから始まって、その時系列を見てる人から言うと、いやいやそんな団体じゃないんですよって感じがしますけど、後から加わった人にとっては歴史ヒストリーが分からないから、なんかこの内と外があるんじゃないかっていう、そんな気がするというその気持ちを鈴木さんが今代弁してくれてるんじゃないかと思うんですね。あと2点目、鈴木さん、実は僕はその無口な人間で話をするような男ではなかったかという話なんですけど、実は私もというか、私などはまさにその例で、村上さんと出会うまでは自宅でコツコツ絵を描いてたんですね。で、その絵を描くとかいう自分の世界を作る系の、まあ、アートをやってる人は、まあ、大概そうだと思うんですけども、結局自分の表現、自分が思ってることは自分にしか分からないはずだと思ってるんですね。でたまたま人が喜んでもすごいって言っても、それはなんか誤解して面白いと思ってるだけで、いや本当はもっと近くてすごいんだとか、そういうふうに思ってるんだと思うんですよね。村上さんが街中でアートをやるということで声をかけてもらってから、もう考えが全く変わっちゃって、伝わんなくてもいいというか、その伝わんないのが当たり前と、例えば A っていうのを提示して B と受け取られても、それが面白いなら B でいいなっていうですね、そういうのを突き詰めていったら、なんかそっちの方が面白くなってしまったんですね。もしかしたらその鈴木さんも自分の主張があって、それを街中のビクシを売りながら人とトークをしたり、あるいは自分でこう物を書いて提示するという時に A という信念があっても、それを B と受け取られた時に面白いと感じて、あるいはこう、ね、A なんて全然ダメだよ B だよって言われることに快感を感じて、今言われるような物静かな自分から人と対話をする自分になった、こういうことなんじゃないかと思うんですが、まあおそらくあの精神病院に行くと自分多分躁鬱病っていうふうに多分診断されると思うんですよ。というのはやっぱりテンションの上げ下げっていうのはすごく自分の場合は大きくて、でやっぱり専門家に言わせるとそれはもう完全に病気の単位ですとかってやっぱりなるんですよ。ただやっぱり何か作り出そうとしてる人とか他と変わったようなことをやってれば、大体今みんなおかしいことやっぱり言われる時代じゃないですか。だから、なんていうか、その精神科のお医者さんにしてみても、やっぱりちょっとほら、症例っていうか、過去に例がないとかっていうので、もしかしたらそういうふうになってるのかもしれないし、自分自身は病気じゃないと思います。っていうか、病気っていうのとか、病気どころか、病気異常に、ちょっとぶっ飛んじゃってる部分が今あるのかなって感じがしてます。そのいつ頃からそういう風に思うようになったんですか？はっきり言いますと、
八戸でパンクして、で、八戸からこっちに歩き始めてからですね。うん、そうです。だから、結局、これまでの自分を私、全員否定するわけじゃないです。だけども、やっぱり、ある意味絶対変わんなきゃ、ほら、嘘だろうと思ったんですよ。だから変わんないで結局、ほら、最終的にパンクしちゃうわけですから、だったら、変わるって言っても、自分の要するに思うような変わり方をしなかったら変わるじゃないなと思ったんで、だから、育種になって正直言って、私、商売なんてやったこともありませんし、全く考えませんでした、あの場に行くまでって。ところが、ありゃ、もう上位でもなった、あらららら、金もね、ああ、そっか、育種あるな、死んでそげやろう。だから、正直言うと、悲壮感もなかったし、なんかすごく、なんかスキップでもするような感覚に近かったんですよね。だから、要は、確かに、なんていうか、8日間かけて歩いてきましたから、途中、本当にもう大変で、俺もダメかなとかって思った時も正直ありました。だけど、基本的に、自分だったら多分仙台までなんとかなるだろう。っていうか、まあ、今まで自分を信じられなかった部分があったんですが、自分を信じたらどうかなっていうふうに考えましたね。そしたらまあまあ言って、だから、それからじゃあ、ああ、だったらまあ、商売もうまくいくんじゃないのとか、だから、人付き合いもうまくいくんじゃないのとか、だからなんか、全部が肯定的な感じになんかなっていったりとか。っていうところが一つポイントですよね。そうです。いやー、それについてさらに議論を含めていきたいと思います。続きは常禅寺ジャーナルで。